ドラえもんです、ね、南極カチンコチン大冒険だったかな正確なタイトルを忘れたんですけども劇場版のドラえもんですねあのー、あ南極カチコチ大冒険だのび太の南極カチコチ大冒険あのー 昨日見てきたんですよ昨日見て,きてですねまあまあびっくりした噂通りですね前々からですねあれはラブクラフトのですね「狂気の山脈にて」っていうですね長編小説がある長編というかですねまあまあちょっと長い目のラブクラフトの「クトゥル神話」シリーズっていうのはまあどれも短編なんですけどその中では割と長い目のやつがあるんですけどそれにそっくりだっていうのがある 言われたんで僕もあのクトゥル神話好きなんでですね、えー、見に行ってきましたで見に行ってきた結論としてはあれはドラえもんではなくて <laughs> クトゥル神話でしたものすごい悪夢みたいな怖い SF をですね だろうドラえもんの枠の中できちんとやりきってるんですよねあの。完全に夢と冒険とかわいい生き物しか出てないドラえもんの世界の中のなんかね隅々の方にクトゥルー神話の怖い記号が出てきてですねでこの「狂気の山脈にて」っていうのはあの田辺さんっていう田辺剛さんっていう漫画家が。 ラブクラフト傑作集ってことでこの人がですねコミックビームで連載してるんですよでこの漫画がまあものすごく面白いんですねであのー、これあの今2巻まで出てるんですけれども 多分こののララブクラフトもととしてはです、ね、最高傑作になると思います,ラブクラフトです、ね。本来だったらここでこの「ラブクラフト全集」っていうのは結構これまだアマゾンでも文庫で買えるんでですねこの4巻をおすすめして読んでくださいっていうのが正しいんでしょうけどもラブクラフトって翻訳がですね結構読みづらいっていうのもあるしあと文体がですねもう1920年とか30年ぐらいの時代に帰った頃の作家でいわゆる「 SF 作家とか現代のモダンホランの作家とかの乾いた文体に慣れている人にとってはすごい読みにくいんですねいわゆる情緒的っていうのかな文学的というよりは何だろうおどろおどろしい怪奇風であの身の毛もよだつとかおぞましいとか想像することもすら忌まわしいっていう就職後が まるでなんか関係代名詞が複雑に入り組んでるように就職がこうやってえこの2分の1ページぐらいある一つの文の主語と述語はどれなんだっていうのを見つけるのに時間かかるようなものもう原文がとにかく悪文なんですよで。この悪文を一生懸命翻訳の人が翻訳してるんでめちゃくちゃ読みにくいんですね。で 狂気の三脈よりっていうのはめちゃくちゃ狂気の三脈にってめちゃくちゃ面白いんだけども読破した人が案外少ないっていういや文庫問題で、ね、あの半分ぐらいしかないから本当は読めるはずなんですけども案外これが本当に読みにくいんですね。でこの漫画はこれまでのその「ラブクラフト」の映像化の中でもなんかねやっぱり一番いいんですよ。でその雰囲気がドラえもんの中にもあってですねドラえもんの中でもあと半歩のび太とかドラえもんが その南極のです、ね、地底の世界とかを探検するんですけども壁に掘ってあるです、ね、レリーフ浮き彫りの数億年前に掘られた何だろうな人類が誕生するそれどころか恐竜が誕生するもっと前デボン期石炭期より以前の地球でどのように えー、旧支配者たちが、えー、なんだろう地球上でおぞましい姿を出していたかっていうやつを「ドラえもん」でもちゃんと書いてるんですけども <laughs> 10万年ぐらい前に宇宙人たちが来て地球でこんなことがあったんだみたいな明るい話になっててですね「<laughs> お,おいおいおいドラちゃんお前うまいな」って <laughs> こんなにラブクラブと子供たちにこっそり吸い込むとあって <laughs> まあなかなかすごい映画になってます。でドラえもん映画自体、僕は、その 最後にちゃんと見たのが「頑張れジャイアン」があった時だからもう本当に20年近く前の「ドラえもん」を見てでいわゆる声優さんがドラえもん役の声優さんが変わってからの「劇場版ドラえもん」っていうのは。 全く見たたことがなかったんです、ね、で久しぶりに見たらやっぱ今回の「南極カチコチ」ちちはですね子供には難しすぎると言われてるんですよ。<laughs> 本当にねお話が詰まりすぎてドラえもん的なミュージカル的なシーンがほぼなく冒頭のなんかあの「ドラえもんの雪を自由に操るコテ」っていうので 伸び,、ね、びたドラえもんランドというです、ね、遊園地を作るシーンだけが楽しいシーンであとは全ておぞましいものを楽しげに見せるっていうんかそういうふうなシーンの連続であのストーリーががっちり詰まっていて。 伏線を見逃したら、わけが分かななくなる話だっぜひですね、えー、劇場に来たです、ね、あの子供たちはですねもうあの後ろの方でちょっと泣き叫んで大変でしたけどです、ね、<laughs> ドラえもん映画としてはどうかと思うんですけども <laughs> ラブクラフト映画としては素晴らしいとですね、まあ、シン・ゴジラのですねエヴァの続編としては素晴らしいというよな友達で <laughs> 今回のドラえもんはラブクラフト映画としては素晴らしい出来になってますんでぜひとも見てください。 <laughs> あとこの田辺さんの「狂気の山脈にて」は本当に面白いからですねあのちょっと Kindle でも出てますからです、ねえー、読める人は読んでください1巻2巻出てます。で1巻、巻読んだら、 もう1巻も2巻もなぜここで終わるっていうですねクリフハンガー的っていうかですねこっから面白くなるのにっていうの終わり方してるんでちょっとなかなかイライラしてると思います。僕はもう我慢できなくてですねコミックビームのですねあの雑誌の方をしょうがないからキンドルで買って今最新号を追いかけてるぐらいハマってますね。